モパネワーム、モパネワームは、南部アフリカに分布する革命5人ブレイジアベリーナで知られるヤママユガカのガの幼虫。南部アフリカでは極めてポピュラーなタンパク源である。標準和名が定まっていないのでモパニムシ、モパニワーム、モッパニガなどとも表記される。また英語では、ヤママユガカオと総称するので、そこから本種を皇帝がなどと直訳することもある。 モパネワームのモパネはこの幼虫が通常豆かのモパネの木に見られるからで、現地での通名はまた異なる。また、現地の様々な言語間でも異なる。学名では、五人ブレイジア・ベリーナではなくインブラーナ・ベリーナの表記が用いられることがある。南部アフリカのボーツワナ、南アフリカ共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビアに分布する。モパネワームは、 モパネの木に対する思考性が強いが、基本的に、高食性でありモパネの木に限らず他の多くの木も植樹とする。中には、多種があまり植樹としないウルシカのマンゴーまで含まれる。それゆえモパネワームはもっぱらモパネの木の分布に縛られることなく、かなり広大な地域にわたって分布する。他の町目同様、卵は植樹に産み付けられ、そこで帰った幼虫は、 食樹の葉を食べ4回の脱皮を繰り返す。4度目の脱皮を終えた、収霊幼虫が最も食べ頃とされ、この頃多くが採集される。採集を逃れた個体は食樹を降りて地下に穴を掘り、そこで養化する。6から7ヶ月は、サナギの姿で地下で過ごし養化する。年2ヶ世であり、成虫は5月と12月頃に出現する。他のヤママユガカノが同様。 本種も後期が退化しているため、成虫の生存期間は3から4日間に過ぎず、この短期間に交尾を済ませ産卵する。モパネワームが幼虫である期間は、他の長目幼虫のそれに比較して、かなり短く、ゆえに、植樹へ与えるダメージはそれほど大きくない。植樹はほどなくして再生し、それが次世代のモパネワームの餌となる。他の長目幼虫のように、モパネワームは、 すこぶる食欲旺盛であり、幼虫期にある間はとにかく休む間もなく食べ続け。食物連鎖の階層にある他の動物同様、モッパネワームとその卵はしばしば病原菌やウイルスを含む多くの天敵の犠牲となる。およそ40%以上の個体が卵の段階でこうした天敵により命を絶たれると考えられている。幼虫もウイルスの感染により、 高確率で死亡し、個体数の増減に大きく影響する。しかし、幼虫の何よりの天敵は、この虫を捕食する鳥類と人間である。モパネワームは、野外で、多くの場合女性と子供によって、手で採集される。かつてはブッシュに生える木に群れるワームは、地主の所有物とは考えられておらず、人家周辺の木に群れるもののみ、その家の主のものという決まりがあった。 参考文献では所有権を証明するために木の皮を剥いで枝に結んだり弱霊幼虫を家のより近くの木に移動させる老弟子の女性について描写している幼虫を採集した後に内臓を破裂させるためにビブを強くつまみ続いて練り歯磨きのチューブを絞るようにするかコンサーティーナを押すようにして中身を絞り出しさらに幼虫を無知のように振って 緑色でネバネバした蝶の内容物を取り除く。伝統的な保存法は日干し、または燻製で、後者にはさらに独特の風味が加わる。工業的な保存法は、塩ゆでにしたものなどの缶詰で、モッパネワームの缶詰は、南アフリカ周辺の国々のスーパーや市場などで、頻繁に見ることができる。乾燥したモバネワームは、殻付き落花生ほどの大きさの、 真っ黒なシワのあるスナック菓子に似ており、食べ方もスナック菓子同様にそのまま食べられる。なお、ボツワナでは幼虫の頭部は食べない傾向がある。これを水で戻すと倍以上に膨らんで、色を含めて元の幼虫の姿に戻り、表面をこんがりきつね色になるまで油で揚げたり、玉ねぎ、トマト、香辛料を加えて調理され、サザが付け合わせて出される。肉は黄色く。 長官には、虫が食べた葉が乾燥したものが幾分か残っている場合があり、それゆえ茶葉に似た風味がある。なお、長官の内容ものは人間に有害とならない。乾燥させたモパネワームそのものにはほとんど味がなく、乾いた木を食べているようだとよく比喩される。このため、しばしば味付けのためにトマトソースやチリソースににして、缶詰や瓶詰にされることがある。 モパネワームの採集及びその流通は南部アフリカに数百万ランドもの経済効果をもたらす産業となっている。この虫の主な産地はボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエでまだ養殖されていないのでほとんどの場合現地で自然発生した野生の個体が採集されるが、それでもこの地域における経済的に最も重要な昆虫の一種となっており、 1990年代には、毎年およそ数百トンがボツワナから南アフリカへ輸出された。南アフリカにおける国内消費量はおよそ1600トン、年にも達し、ボツワナはこの産業に関わることで、毎年およそ800万ドルを手にしていると見積もられている。たった3キログラムのモパネの葉から、優に1キログラムのモパネワームが得られることから、 モッパネワームはかなり効率の良いタンパク源と考えられている。牛と比較した場合、牛は1 0ラムの草からわずか1キログラムの牛肉しか得られない。しかもこの虫の飼育は低コストで手間がかからず、虫体のタンパク質含有量も高い。かつてはモッパネワームは自給自足の生活の下でのわずかに得られるタンパク源に過ぎなかった。 この虫は発生する時期が決まっており、一年を通して供給可能な食材でもなかったが、近年ではこの虫は、こういったかつての位置づけから脱却しており、現在その採集は産業として育成されつつある。1950年代以降、特に南アフリカにおいては、モッパネワームの採集に産業的手法が適用されてきている。具体的には、 何百人もの人々からなる最終人でチームが組まれ、採集された虫は袋詰めされた後に計量され、加工場に送られるようになっている。また、虫が発生する土地の所有者は多額の入場料を最終人から徴収している。こうした産業化は関係者と農民双方の利益にはなるが、しばしば地域社会に損失をもたらしている。というのも産業化以前には、 この虫は重要な食料源であるとともに、地域共同体における貴重な現金収入だったからである。モパネワームが地方の農村経済における重要な地位を占めてくるようになると、この虫に関わることで現金を得ようとする多くの人々が引き付けられるようになる。これが、ひいては乱獲につながり、翌年のモパネワーム最終量減少に通ずるので、 翌年の発生に影響を与えないまでの最大最終量を農民と地域共同体との間の合意により毎年決めるようになった意気もある。モパネワームは一時的とはいえモパネの林を枝だけにしてしまう。地には木全体の葉の90%を食べ尽くすこともある。モパネの木の葉はモパネワームの植樹として以上に この地域で飼育される家畜の重要な資料ともなっている。ゆえに、牧畜業者の中には、モパネワームを害虫とみなして、殺虫剤を使用し、根絶を試みるものもある。かつて、モパネワームがあまりあるほど採集できた地域には、現在乱獲により、不作に陥り、その後のモパネワーム産業の継続に適切なアプローチも書いた地域がある。 こういった地域を再生させるには、再入するしかなく、以下にその具体案を例示する。ガの成虫が生存しているのはわずかに3から4日間だけだが、この短い期間はこの虫を移植するのにまさに、うってつけの機会である。というのも、成虫はこの短い期間に交尾し、卵を産まねばならないからである。この交尾とその後の産卵さえ、うまくいけば、 おそらくその後毎年のように多数の個体が採集できると言えよう。解雇と同様に、もっぱねワームを家畜化するというビジネスも考えられている。この虫の養殖で利益が出るかどうかは、気候変化や、干ばつ、はたまた病気といった天然産のものを激減させるもろもろの木とどう折り合いをつけるかにかかっていると言える。最近混装が関われる程度の小さな規模。 なおかつ養殖にかかる生産コストが天然産の虫を調達するコストと市場で対決できる程度にまで低できるかが鍵と言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。